メタルマックスリターンズ95年データイースト20回目。今回はダストフランケンを倒しに行こうって言ってたとこですね。まずはロドリゲスの賞金をもらっときましょう。はい、はい、どうも。でちょっと戦車にね、違う、おっと、どいてくれ。はい、戦車に、さっきはね、あのノアを倒しに行くために装甲をたくさん詰める状態にしてましたけども、ホワイトムーンの特殊砲に3バーン WX を積んで、でウルフの特殊砲にはエストルネードを積んどきました。まあこれでグループ攻撃、全体攻撃とかかな、ちょっとダメージが上がるって感じですかね。さあでダストフランケンを倒しに行くので、向かう先はサンタポコかな。場所的には山沿いでしたっけか、こっちかな。金の絨毯、珍しいもん出てきたね。ダストフランケンも戦車ではいけないんですよね。生身でしか攻撃できなかったはずなので、ああ逃げてっちゃいました。まあ倒せるかどうかって感じですよね。まあ、戦車があればだいぶ強いのは間違いないんやけど、生身はそんなにレベルも高くないし強くないですからね。はいよー、ここかな。さあ行きましょう。あ、右上からやったね。はいはい、こっちですね。さあ行きますよ。おっと、ラジオブロッサーも倒し合いましょうか。さあ終わるか。 OK、 じゃあ入ります。有機廃棄物陶器場かな。まずは鍵がかかってる、鍵がかかってるならロックハッカーで外しちゃって、お、 ID カード U、 こっちは地下へのはしご、このダストシュートはこれで動かせるのかなですね。サムスが持ってるかい。はいよ、ダストシャッターコントロールオープン。さあ行きましょう。動く歩道、さあこれで一気に一番下まで行けるかな。おお、すごいこう見た目。すごい初期のモンスターが出ますね。あ、来ました来ました。なんかこの辺しか出てこなかったイメージなんですよね。ダストフランケン、さて攻撃が超強いので防御してこいつだけ攻撃させましょう。いけ、パンチ、
お、かわしたね。いけ、ステラ。オッケー。ビヨーン。めっちゃ強いよね。1100て。おっと、大丈夫か、ステラ。ギリギリ、ギリギリや、倒せるか。よし、オッケー。倒したぞ。さあ、ダストフランケン撃破。ちょっと回復しないとやばそうですよね。満タンドリンクで。さあ、戻り道はどっちなんやろか。これかな。あまりに弱すぎる敵なんで逃げちゃいましょうかね。あ、オッケーオッケー。こっちは何かあるのかい。濃縮メチル。これは今地下何階なんやろうな。あ、そこに木箱が見えるね。あ、いけるいける。バリアシールとハンドバルカン。これは装備かな。ハンドバルカンは弱いね。バリアシールもまあいらんちゃいらんけど装備しときますか。で、下に行って C3 ってことは、これ地下3階かな。で、これが地下1階ってことかい。コンベアコントロールオン。反対方向に。おっと、落ちましたけど。あ、待って待って。これはこのまま流されていったら、さっきと同じ一番下まで行くパターンじゃないのか。はいよ。で、こっちを登ったら、あ、戻ってきましたね。なんだい？セキュリティシステム？さあ、これで撃破かな。なぜか突然ね、セキュリティシステムが動いたっぽいけど。はい、この辺になんかなかったかな。お、あるね。 ATM 非ボタン。大砲か特砲か。あ、特砲ですね。まあ別に使うこともないかな。じゃあ次は、ちょっと前に行ってたイルミグラの町で話のあった山賊を退治しに行きましょうか。ワルゲリオやったっけな、山賊の親玉ね。南西に湯気の町があるって話やったんで、まずはそっちに向かってですかね。お、初めて見る敵、ミサイルボート。フィールドのモンスターもそんなに強くない地域ですかね。さあ、湯気の町はどの辺かな。あ、これはなんだ、地雷を踏んじゃいました。さあ、これが湯気の町ですね。誰か逃げてった。止まれ。どうやら山賊どもの仲間じゃないようだな。いいだろう、通りな。ここは湯気の町です。普通の道具屋さんですね。盗賊に占拠されてる感じには見えないけど。
ふう、奴らが来たのかと思ったぜ。さあ、早いとこ中へ入ってくれ。あ、ずっと占拠されてるわけじゃなくて、たまに山賊がやってくるって感じなんですかね。なんてな、ギャハハハ。このリーゼントのやつが山賊？なんだてめえ、怪我したくなかったらとっとと町から出ていきな。気に入らねえな。俺はワルゲル親分からここの町を任されてんだ。得体の知れないハンターにうろうろされると迷惑なんだよ。はい、とこ町から消えてくれねえかい。いいえ。何てめえ、俺様とやろうってのか。はい、舐めやがって、くたばりやがれ、薄汚ねえ、賞金稼ぎめ。お、ワルゲル古文、すごい体勢ですねこいつら。そして宙に浮いてるしね。刀でダメージなし。役付けですね。自分の腕に注射を打った。危ねえなこいつ。さあ、プロテクター破壊。ホットレーザーが帰ってきた。さあ、行け。一体撃破でね、大して強くはないな。注射したよ。あれ何なんだ、回復なのか。おっと、すかした。あっと、帰ってきた。さあ、レーザーバズーカ。はい、撃破。倒しちゃいましたね。あら、消えた。回復カプセル5分。さよなら。ああ。へへへ。いい命ばかりはお助けを。勘弁してくれよ。悪気があったわけじゃねえんだ。え、あ、いや、ここはメモリーセンターじゃございませんでしたです。はい、なるほどね。戦車のドックを山賊が占拠してると。あんまりしけた街なんで、つい飲みしすぎちまったぜ。ここの中もそうですね。渡し船の船着き場を襲ったのは俺たちさ。船着き場の親父、涙流して命乞いしやがった。ヒー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 。さっき奴らが話していたんだが、どうやらあいつらの親分がこの町へやってくるらしい。もしそうなったら、まだ町で頑張ってる人たちもみんなひねりつぶされちまう。ナナとかいう女に逃げられたのは残念だったぜ。ウィーヒック、金に釣られてこいつらの仲間になっちまったが、ここまでひでえとは思ってなかったんだ。だが一度仲間に入ったら死ぬまで抜けられねえんだよ。へへへへ、おめえ渡し船を見たことあるか。どうしても見たいって言うんなら、川をたどって東へ行ってみな、ヒック。あ、さっきの地雷踏んだところの話かな。これ全部ゲーム機ですよね。あの地雷のところにワルゲル親分がいてるのかな。さあ、宿屋は、あの連中が来てからは商売上がったりですよ。やれやれ。というか、さっきのバーで一人だけ普通の人飲んでたけど、あの人大丈夫なんかね。あんな奴らにまみれて、あんな奴らに紛れて一人飲んでたけど。ああ、平和だった頃に戻りたい。戻して差し上げましょう。さあ、じゃあ、あ、
こっちにもあるね、家がある。あれ、ナナの知り合いですかこの人は。さて、これでこの町はぐるっと一周回っちゃったんで、じゃあさっきの地雷があったところ行きましょうかね。ここね、これが戦車の渡しとかいうところですかね。お、これはやっぱ地雷ですかね、全部ね。何かあるぞ、ナパームボンバー、特報かな。あですね、あんまり強くないな。オッケーオッケー、じゃあ行きましょうか。ここにね、まあ、とりあえずミサイルボートはぶっ飛ばしといて、戦車の渡し、どこかでも同じような名前の建物あったような気がするな。お、来てるぞリーゼントが。いや、やんのかこら。お、相手になってやろうじゃねえか。なんだてめえは、命が惜しかったらさっさと消え失せろい。地雷を踏んでも平気だなんて化け物かこいつ。クソ、まだなのか。えい、こんなやつ大したことねえぜ。おめえら畳んじまいな。おう、ワルゲル古文、戦車だったら別に大したことないでしょ。おっと、レーザー跳ね返されちゃいました。よし、両方ともプロテクター破壊ですね。はい、撃破。お、逃げていきそう。く、来た、ワルゲルの兄貴が来てくれたぞ。兄貴、お、何あれ、戦車？兄貴、こいつらとんでもねえんですよ。俺の可愛い手下どもをよくもいたぶってくれたな。はい。なんだと、賞金稼ぎが出しゃばりやがって。ひっひ、ひねりつぶしちゃる。あ、戦車乗ったままなんですね。これがワルゲリオ。ワルゲルの戦車、ワルゲルは古文。どうしよう、特段で、あれ違う、SE で、それから、ワルゲルに、手法を打ちますか。3番 WX。はいよ。弱いな。地道に削っていくだけかな。はいよ、撃破。あら、火殺さないで。ゴメソーヤ分の隠れ家はでっかい滝の近くだよ。ああ、ゴメソーヤ分倒しちゃいましたね、もうね。ゴメスの部下やったんですね、ワルゲリオ。
そしてあの戦車に乗ったまま倒してしまって、特に戦車の中どんな顔やったのか全く見ることができないというね、残念ですねこれね。でこれが私部ね。川を渡ってどこかに戦車を運んでくれるのかな。到着しましたね。さあどこに着いたのかな。あれ、なんか悩んでる人がいてるぞ。非命ばかりはお助けを。あなたはワルゲルの手下じゃないのですか。はい、ワルゲルを倒してくれたのですか。それは良かった、助かりましたよ。でも気をつけた方がいいですよ。何にでも上には上があって、あの恐ろしいワルゲルには大悪党ゴメスって親分がいるそうですから。ゴメスも倒しちゃったしね。もうほぼほぼ向かうところ敵なし状態になってきましたね。でちょっと今の自分の位置がいまいちわからないんだが、さっきの湯気から川を下って今下にいてるわけやから、湯気とソルのこの間ぐらいですよね。この湯気の左下ぐらいにいてるわけかな。でまだ行ってない未開拓のエリアとしては、南のエリアがまだ行ってないところがあるわけやもんね。とりあえず南に下っていって、この見えてないところを埋めていこうかな。ちょっとじゃあ進みましょうかね。しばらく移動ですね。ここはトレーダーキャンプ、別に用はないよね。街があるかな。見つけました、街ですね。とりあえず入ってみましょうか。イーデンの町ですね。イーデンの町へようこそ。レンタル戦車は用はないから、さっき戦車ドックへ。戦車の走行はまだまだ大丈夫やから、特に補充せずで、一旦はセーブだけしといて、はいよ。修理屋と道具屋装備屋ですよね。この自販機は大したものはないと。ちょっと奥側も見に行きますかね。お、電車ですね。電車が家になってるの？すごいな、新しいねこれ。これ宿屋で、特に何もアイテムはなさそう。これ宿どこで寝るんやろうね。座席で寝んのかな。こっちは道具屋と装備屋。自販機もあるな。何も売ってませんね。道具は何かいらないものあったかな。装備もいらないものがあるかどうか。はいよ。自販機は同じようなもんですね。さてこっちは、ここはバーがありますね。
らっしゃい。ゆっくりしておいきよ、ハンターさん。ソルの町に行ったことがあるかい？はい。さすがだな、旅慣れたハンターは何でも知ってるもんだ。見ましたか、南の方に立っているバカ高い塔を。あれは昔電波塔と呼ばれていた建物なんだと。いらっしゃい。同じですね。おじいちゃん、電波塔のことならつづまのじいさんが詳しいぞ。なあじいさん、つづまではなくてしじまのじいさんじゃろうが。じいさん、そのしじまのじいさんはどこにいてるのかな。こっちは入れない電車で、この上は、あ、上に転送装置もありましたね。お、流しがある。うちの人が真っ赤な戦車を見たって言ってるのよ。それって噂のレッドウルフに間違いないわ。私も見たかったな。え、あなたたちウルフを追っかけてるの？ふーん。いやいや、追っかけてるっていうか、箇所書き。ウルフ死んじゃいましたけどね。で、その赤い戦車、今、私乗ってますけどね。俺は見たぜ、真っ赤な戦車に乗ったハンターを。あいつは街を出ると南に向かってさっそうと走っていったぜ。くそ、かっこよかったな、あの野郎。っていうその戦車に今私乗ってますよ。乗ってるんですけどね、気づいてくれないですね、誰もね。さあ、まだここの電車よりも北側に何かありそうですよね。転送装置と、こっちにも車両があって、これは入れなくて、さらに上かな、ここにも電車が入れる。これは、冷え冷え細胞。俺たちは流れ者のソルジャーさ。化け物の出るホラー穴がこの町の近くにあるって聞いたんでな。そこで人稼ぎしてやろうかと思ってるところだぜ。ニトロビール。食器。はい。ボス腹減ったよ。ボス早くご飯作ってくれよ。ボス俺うんこ。子供の集まりみたいですね。まあ、今拾ったいらないアイテムたちは後で売るとして。お、何かテントがあるな。ここにしじまさんいてるんですかね。満タンドリンク発見。しじまでしたね。電波塔に行くのなら展望台に上がってみるがええ。昔の高度な科学技術を守り続ける人々が暮らしておるそうじゃ。噂話的なものを知ってるだけですかい。しじまのじいさんあんまり役に立たねえじゃねえか。ちょっといらないものを売りに行きましょうかね。まずはバーで細胞を買い取ってもらって、まあ次は電波塔ですかね、に行くのが良さそうですね。でも一旦イーデンの町に来たんで、はい、ここはもちろんドックシステムで行き来できるよな。できるので一旦リオラドに戻って、まあいろいろ回復とセーブとやっときましょうかね。あとはいらない ID カードなんかも全部預けちゃいましょうですね。はい、というところで今回はこの辺にしておきたいと思います。次回は電波塔に向かいますね。ではでは、お疲れ様でした。